どうも、推しはパワーちゃんわさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標1500人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはチェンソーマン第4話救出です。多分、ね、サブ隊から考えたらコウモリの中にいるパワーちゃんとニャーコを捕まえる、だと捕まえるっていうか助ける、だからそれが救出なのかなっていう感じだと思う、サブ隊からはね。まあ、まず前回のおさらい、第3話がサブ隊がまずニャーコの行方っていうので、じゃあニャーコってなんなんてなった時に、パワーちゃんがあの一緒に暮らしていた猫の名前だから、まあそれをね、こういろいろ置き換えるんだったら、デンジとポチタの関係みたいな感じで、まああのデンジからしたら分からんことはねえなと言ってて、でパワーちゃんがじゃ あのその猫を助けたら胸を揉ませるっつったらどうするっつって、あのデンジがブチギレるっていう。でもやっぱそこの根底は変わんねえんだよ、胸を揉みたいは変わんないんだけど、やっぱそれがさ、その楽をしていきたいっつうか、なんだろうな、そういうあれなんかなっていう、まあ、デンジはデンジとしてのそのポチタとの約束があるから、約束じゃねえや、契約か、それがあるからそれをちゃんと守ってんなっていう感じだったかな。であのセリフの回し方とかもすごかったね。一番序盤でデンジがそんな設定人間にはねえよみたいなこと言って、でその後パワーちゃんがコウモリの家行くときに、そういう設定だったな、あ言い間違えかっつって、でそしたらその後にコウモリがあそういう話だったなっつって、で罰を与えてなかったなっつって、あのニャーコを丸飲みするっていうシーンがあったりとか、それも良かったし、あと初めてじゃねえ、ちゃんと自分の意思でチェンソーマンになるっていう、あれもかっこよかったし、であとはあれだったな、エンディングでもうホルモンが出てきてびっくりしたから、前情報として知ってんのが挿入歌でもホルモンがあるから、まあどのタイミングでかかるのかなっていうのもあるしね、まあもろもろいろいろ言いたいことはあるけど、2分30秒も経ってるから見始めよう。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。チェンソーマンカフェに行った時のグッズですよ、よろしく。いやー、どうなっかな、楽しみ。はい、それでは Amazon プライムで再生していきます。3、2、1スタート。誰、何、パワーちゃんか。そう、パワーちゃんさ、今食べられててさ、生きてるか死んでるかが分かんねえんだよ。俺前回パワーちゃん、推しはパワーちゃんって言ったそばから食われたからね。もう推しを死なせることに定評がある僕はもう悲しいよ。頼むから生きててくれよ。意味が分からんだろ、推しって言ったその回で丸飲みされるって。ボロボロやな。あー、これ PV のやつやん。このシーンだったんや。血の悪魔だけんな。泣いてんじゃん。ああ、コウモリの中だこれ。
助け出した。よかった、生きとった。よかった。よかった。あくまで胸を揉むため。でもデンジらしいよな。ちゃんとデンジじゃん。やっぱ夢が叶うやん。何？何？何？あ、俺これあれだ。おい、食われたやん。そう、あのね、今のやつはね、知ってんだよ。なんでかって言うてね、モンスト、今ね、モンストとチェンソーマンがね、コラボってんだけど、始まって何日目かな？知らん。知らんけど、モンストとコラボってて、あの、常設のクエストでね、出てんのよ。何の悪魔かは言わないけど、いる。いたいた。めっちゃ強かった。俺ね、まだクリアできてないんだよね。で、コラボガチャで、20連で、パワーちゃん引いた。いいだろ。20連でパワーちゃん引いたから、俺のモンストもう終わった。マジで。パワーちゃん引けりゃ俺はもういいんだよ。ハッピーデ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 ー。でもさ、まあ、今の悪魔の名前も多分後で出るとは思うんだけど、あれなんだよね、前回だったっけな、その強い名前を持ってるような悪魔ほど強いっていうのと、血を何飲んだら回復するかだ。やばい、気づいてしまった。ちょっと今言えねえけど、どうしよう。本編開始。こうかな。マジこいつ初めて見たとき、彼岸島みてえだなって思った。あれ？ごめん、押せてなかった。ごめん。腕ないままな。ならんよ。完全に悲願島やん。危ねえ危ねえ危ねえ。たかが胸を揉むと回復せんといかんな。でもやっぱ思うんだよな、こう身体能力が上がってんだよ、やっぱ。生身でこれなんだよな。
夢。子犬。ダメージは言ってる。夢バトル胸揉むこといいから めっちゃ動くやん、すごっ。うわすげえ、うわ頭いいな。デンジ頭いいか、もしかして。やばいやばい、何今の。おお、いった。うわ、違った、言ってねえじゃん。ちょっと待って、一瞬で、は？は？あきくん、お、いっぱい出てきた。昼、そう、昼の悪魔なんだ。ちょっと待ってよ、ひ、喋った。やべえ、デンジ。だいたい人間に対して悪魔っていうのやばいだろ。よかった。多分 CM かな。CM 挟んだかな、今一回。病院。リンゴ剥いてる、優しい。なんでくっつくんで、あれはあれは何だったの、どういうことある。へえ、ほう、今回は今回は、はあ、
殺そうとしたじゃん。悪魔って言ったの。なんだ。なんだ。夢バトルだよ。絶対覚えんだろ。パワちゃんだ。えらい。マキマさんか。うん、やっぱマキマさんのところ。え、報告してんじゃん。何、超悪い悪魔。銃。何、銃って何。やばいやばい。絶対全部気づいとるやんね、マキマさん。
すげえ髪下ろしたらお前かっこいいな。やっぱいいな。なんでちょんまげな。めっちゃ綺麗やな、ほんと。すげえな。なんて？髪ってこんな立つか。えらいな。結構食わせてね、悪魔に。これ結構食われとるやん。もう腕ダメなんじゃね。誰？何？パワーちゃんか。パワーちゃん。ほっ！アキくん大変すぎるやろ。最強って名前つけてんだ。ちょろいなあ、アキくん。カレーぽい。えらい。えらい、そう。おい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 、流せ、入れ。うわ、大変だ、大変だ。アキくんの負担がでかすぎるやろ。でも偉いな、ちゃんと掃除して。あら、あら、揉める。たゆんってした。あー、トイレで。エッチな顔だ、エッチな顔だ。大丈夫か、デンジ。やってることが痴女や。なんだ、サンモミ。人間らしいな。顔が。天使じゃねえよ、悪魔なんだよ。
今回誰だこのエンディング誰やろ誰やべえやん。おい次回どうしようか。あ、しかもパワーちゃんじゃんエンディングやった。めっちゃいいなこのエンディング。狂気の箱誰だ。かわいいな、かわいいこれ。あ、遠吠えだ、遠吠え。やべえこれめっちゃ好き。ああ、これ後で聞こう。もう一回。電磁聞け。おい、最高じゃねえか。第4話エンディング最高じゃねえか。もう一回見ようぜ。この三もみさせてやるの時のさ、このパワーちゃんの表情もいいよな。今エンディングをもう一回見てます。バニーガールみたいな、で今度警察みたいな、でメイドさんでモップで、ギターだかなんだか、ナース服的な、大学の卒業っぽいの、チアガールで格闘家かな、でグローブを投げる、でチャイナ服、あで地下、今の描写って野菜投げてこれ、ここかわいい。牧間さんだけ歌ってねえんだよ。でトイレ、やばい、これちゃんと覚えないといけねえな。推しが踊ってんだから。いや、いいな、最高だなこれ。最後画面の左右の下にデンジとアキくん映っとったね。マジでよかったなこれ今回。いやでもあれそうなんや、いやあのモンストでね、ヒルの悪魔が出てたんだよ。で俺が一瞬思ったのは、そのヒルって血吸うから、あこいつ無限に回復するんじゃんと思ったけど、コーンだよコーン。キツネの悪魔と契約し、でもさ、なんかキツネの悪魔の目がさ、マキマさんと一緒じゃなかった？どこだ？ああ夢バトルね。なんかモンストの CM でなんか流れたんだよ夢バトル。ああこれ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 今ここで静かにコンって言うんだね。これさ目さ、マキマさん一緒っていうか色反転してんのか。キツネの目は赤ベースに黄色の線でこう書いてあるけど、マキマさん逆よね。黄色ベースに赤線で輪っかみたいな感じやん。てかこの時の電池やべえなマジで。だって血の悪魔のパワーちゃんや。血の悪魔が人間を見て悪魔じゃっていうぐらい相当やん。でこの病院のシーンや、
今回は皮膚を食わせたって言いよったけど、やっぱもう両腕食ってんだよな。少なくとも今目に見える範囲で食われてんのはこの肘から先なんだよ、両方とも。だからあとはまあこの今まだ服で見えてないけど、もしかしたらもう首から下全部食わせてる可能性とかもあるし、皮膚だけなんやな、これやばくねんか。そのうち内臓1個とかさ、髪の毛1本とか多分無理だろうな。それなりの面積を食わせないとああいう感じにはやってくれねえんじゃねえの。で、姫野と小紅が出てきたな。当たってんすよ、持ってるんすよ、姫野と小紅。どっちがどっちか忘れたけど、眼帯が姫野か、オロオロしてるのが小紅か。あの男性のグッズはなかったな、そういえば。で、マキマさんに報告してるシーンさ、これ絶対マキマさんも気づいてんだよな。その上でだもんな。これ 76.1 ってなんか意味あんのかな。えらい深読みをしてしまうんだけども、こういうのを見たら。わかんねえな。キャスト誰なの？そういえば。大体パワーちゃん見て天使だっていうのおかしいだろ。天使じゃねえよ、悪魔なんだよ。だから魔人なんだよ、姫野。お、あの男性は荒井っていうのか。そんくらいかな。あとなんだあれか、デンジに対してアキくんが言ってたあれをちょっと思い出そう。なんか約束があるみたいな感じか。俺の言うことを聞けと、あと何だったっけ。素直に聞くこと。言うことを聞くこと。他にいるの？でも。一つだけね。うん、じゃあ言うことを聞くことでいい。三もみか。このパワーちゃんの顔、かわいいよな。胸もんでいいよっつって。パワーちゃん。胸揉んでいいよって言われて、三もみって言われた場合、どういう風に揉むかを、これは真剣に考えないといけないんだよ。この場合は。どういくかな。パワーちゃんでかそうだよ。でけえよな、パワーちゃん。なんかね、大学生の時にね、なんかね、女の子同士でね、胸を揉んでるのを見たことがあるんだけどさ、もうすっごい単純な男の思考からしたらね、多分こういくんだよ。だけど、その女の子はね、胸揉んでいいよって言われてからね、なんかこういう風にしてたんだよ。なんでそれなんって思ったら、なんか、なんつったっけな、なんかね、重量感みたいなのがうんぬんって言いよったんよ。だからでかい乳の時はなんか下からこうやった方がいいみたいなのを聞いて、はぁつったけど。でももう、ずるいよな。もうパワーちゃんがさ、トイレに座ってんだよな。後ろからやるはもう実際下からに近いよ。俺は今もう完全にデンジの思考になってしまったけど、
どうすんだろうな。だってもう次回の始まり方そうじゃん。楽しみでしかたねえわ。どういう風にすんだろうな。まあでもなんか今回分かったのはそのコンのこととか、あと牧間さんは気づいてるけど見逃してるとか、あと秋くんはあれか、一個言うことを聞けっていうことで、パワーちゃんはちゃんとあの揉ませるつもりはなかったけどお前の行動がっつって、まあなんか人間らしい面もあるみたいな。あとなんかあったっけな、なんかあったっけな。いやもうないと思うんだよな、多分そんくらい、うん、だと思う。みんなだったら胸をどういう風に揉みたいかコメントで書いてくれ、よろしく。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしたら、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。タイマーが作動せずすいませんでした。ちょっとタイマーを止める悪魔がいたみたいだ。終わり。ということで、チェンソーマン第4話救出でした。ありがとうございました。なられ。